であります。今日は大阪府立体育会館からお送りしております全日本女子プロレス、山崎樹、ミミ、萩原の対決を迎えております。もう髪の毛って違反ですよね。もともとね、もう久保さんの言うとおり違反なんですよね。ですから、髪の毛はあまり引っ張っちゃいけないということになってるんですけど、今みたいにね、ですからあの、違反の反則のね、カウントをレフリーは取ってるわけなんですよね。ギリギリまでやってますからね、悔しいですね、見てると。なんとなくあの、ミミ、萩原選手と久保さんのね、あの、ヘアスタイルとか髪の毛の長さなんか同じような感じでね。そう、坊主にするわけいかないですかね、これ。避けられませんでした。ねえ。シュー・イージドロップが綺麗に決まりました。そしてどうかと、どうするか、バックブリーカーの体勢に入りました。さあ、バックブリーカー、肩が痛い、肩が痛い、どうか落としました。山崎ゆつき、前線検討しておりますが、ちょっと動くか止まってしまいましたね。おっと、ビーナス固め出るか、ビーナス固めが出るか、あっと、ビーナス固めの体勢に入ろうとしております。さあ、どうでしょうか。あっと、絶叫絶叫、はい。一方、小峰選手が去年は見事に新人王を取りましてね、これはもう新人にとっては最大のタイトルだと思いますけども、はい、今年も大いに頑張らなくちゃいけませんね。頑張らなくちゃいけないと思います、小峰選手から見てですね、今戦っているヤングペア、花輪聖子、それから横田美、このペアはどういうふうに見てますか。2人とも若いんで、馬力があって迫力のある試合をいつもやってると思いますね。しかし、まあ馬力とか迫力っていう点ではあなたも負けないんじゃないの。ね、絶対負けちゃいけないですよね。2人とも決してあの体が大きい方じゃないから、やはりやる気っていうのかな、褒めようという気持ちは持ってるでしょ。そういう気持ちがないとやっていけないですね。まあ今ちょっとやられてますけども、萩原選手なんかも最初は大丈夫かなと思って心配したんですけども、体の割にその根性があるっていうのか、執念があるっていうのか、その辺はどうですか、お互いに同僚として見て。気が強いっていうか、ね、気が強い、根性があるからねえ。テクニックの方は最近どうなんですか。やはりあの、大きく伸びてきましたか。だいぶ新しい技なんかも使って、今日も見せてくれるんじゃないかなと思います。あ、そう、はい、例えば どんな技をやるの。極秘情報、やっぱし身が軽いからね、フライングものとか回転ものなんかはとてもうまいです。そうですか。コンビネーションなんかもだいぶこうくるくるとうまく使えてね。なるほどね。またあのこうして放送席に座ってね、同僚や先輩たちの試合を見てますと、違った角度からね、勉強になることがたくさんあるでしょう。はい。横田美選手と試合は萩原美美選手であります。さあ、ヤングペアまたタッチいたしまして、今度は花輪聖子選手が出てまいりました。こういったあのタッグマッチで一番難しいことっていうのはどういうことなのかな。やっぱりタッチワークが良くないと。タッチワークでしょうね、はい。しかしあのタッチしようと思ったって今の耳みたいになっちゃうとどうしようもないんでしょ。そうなんですよね。ねえ、ああいった時はあの小峰選手、相手にあの1発か2発にも攻撃してなんとか連れてくるか逃げるか、ね、ああしてあの自分のパートナーがね徹底的にやられてるのを見て何もできないっていう、例えばルーシーなんか今あの内心ね悔しくてしょうがないでしょうね。そうですよね、はい。もっともヤン出てってやりたいところですけど、はい、しかしヤングペアとしちゃルーシー出させちゃまずいわけです。そうですね、やっぱり、ね、元チャンピオンで、はい、この際徹底的にやはりミミ萩原選手に的を絞ってね、今日は狙われてるんじゃない。ミミからやはり1本を取ろうと思ってますよね。まあ、その辺の作戦は手に取るように分かるでしょう。さて、そのミミに対しまして2人攻撃であります。徹底的にやっております。今日は橋本さんはあの、はい、選手から話何か聞きました。そうですね、あんまり聞かなかったんですけど。あ、そうです、はいはい。さあ、抱え投げ、強烈なボディスラムを見せました横田リミ選手であります。横田リミ選手がねすごいあの顔をして今リミを締め付けてますけども、横田選手の性格ってのはどうなの。気が強いです。やはり気が強いの。まあ、もっとも女子プロレスラーで気の弱い人っていないでしょう。そうですね。ねえ、あのミミさんなんかも、はい、ミミちゃんのあのファイトにやられちゃうんじゃないかなって心配です。ねえ、
とにかくあのこの人リングの上に上がりますと表情からしてガラッと変わりますからね。すごい表情でやってますね。この表情に負けちゃいけませんね。ノノノ、大丈夫だ。マジャッツ。しかし細い腕をね後ろに取られてちょっと苦しそうな耳であります。なんとかルーシーが助けに出なくてはいけませんが、タッチのチャンスが今のところありませんね。そうですね、一方的にやられてる、はい、あっとこれなんかひどいですね。いやー女性でよくやると思いますけども時々やるんでしょう。ほら特にねえ小峰選手なんか、なんかよりあの池子さんなんかが使ってますね。あれ人のせいにしてるあっとなって後でねあれとんでもないことしちゃったわなと思うことないですか。悪いわなんて、やってることを忘れる時もありますね。そうでしょうね。あとで気まずくなってバスの中でも話をしないなんてこともあるんでしょう。たまにはいやいつもでしょう、ちゃんと言うとさあ耳萩原選手がもうバッタリと動きが止まってしまいました。首をなじに行きました、はい、ねえなんとかあのタッチしないと。何のためにルーシー加山選手はリングの上に上がったのか分かりませんもんね、はい、全くまだ汗をかいておりません。依然として首にがっちりと足がはまっております。ミミ萩原選手ほとんどあのヤングペアのコーナーで試合をしてますから、まあ、ここまでは完全にヤングペアのペースを見ていいでしょう。まあ、こうなったらあのレフリーの制止を振り切ってもなんとかあのちょっとね助けに入るということもタッグマッチの場合は必要ですよね。はい、レフリーのブラインドをついてなんとか中に入りたいというルーシー香山であります。少々取られました。あっとルーシーが入ってまいりました。気持ちは分かります。とにかくラブリーペアが一方的に海萩原選手を締め付けております。あれは苦しいでしょうね。ここの、はい、なんていうんですか、苦しいんですよね。とにかく息ができなくなるっていう、ね、一番佐藤選手なんか自分がやられてるような表情でね今解説してくれてますけども、まああの痛さ苦しさこういったものはもうやった人じゃないとわからないでしょう、ね、肌から見てあまり痛そうじゃなくても結構効いてるんですよね。 あれがね、そういった微妙な感覚はやはりねレスラー同士じゃないとわからないでしょう。あっとなんとか出ていきたいというルーシーであります。ルーシーがあっと怒った。柳美雪レクリーに来てかっておりますルーシー。しかしまだ出番がありません。なんとかしかしこの辺はあのタッチのチャンスなんですけどもね、ボディシャーズが依然としてガッチリと入っておりまして、タッチの方も何か勝手になっちゃったね、はい、さああった。これはルーシータッチのチャンスであります。さあタッチロープを握っております。髪をしかし握っております。あーっと怒った。ボストンクラブの体勢に入った。しかし腕がロープに立っております。さあタッチするか、リミタッチのチャンス、ようやくタッチであります。ようやくタッチ、ルーシーが出てまいりました。さあルーシーが怒った。あっとものすごい微妙であります。また1回と2発喉に炸裂しております。はい、カットしますか。試合の時なんか、もうすごくその気になってっていうか、ねえもうちょっとあのカットしすぎてね時々あの、ピンチを招くようなことがクイーンエンゼルスの場合あるんですよね。ルーシーがカットしすぎて、ねえまあ、燃えるタイプなんでしょうね。そうですね、はい、トミーなんかに言わせるとちょっとあの人おっちょこちょこって言ってますけどもねボディースターズドロップ、これは頭に応えるようであります。花輪聖久選手がもう泣き草を書いております。さあ依然として後ろからボディースターズががっちりと勝っております。花輪聖子、あーっと噛みついた、靴の上から噛みつきました。よく花輪聖子選手がやります。歯は大丈夫なんでしょうか。いや歯は大丈夫なんだって本当ですね。噛みつく選手であります。
まりません。今オマーザーの頭を押さえてますけども、チノ選手あの、気持ちは分かりますか？もうあれ、お尻の方からずっと頭が響いてくるんですよね。ずっと頭まで響くとよく言いますけども、文字通りあのドロップは効きますよね。エディスタードロップを決めました。さては耳萩原選手に勝ちであります。この試合は30分1本勝負、1本を取られたら終わりであります。今週は長崎県にやってまいりまして、河合原健康社体育センターからお送りしております。この体育館は今年の4月に竣工したばかりであります。今日がこけら落としの一戦です。超満員のお客さんを集めております。チェンジと腕を伸ばしました花輪聖子、今横田凛にタッチしてあります。コーナーに立ってまいりました凛美萩原選手。やはりあのタッチワークの方がさすがにヤングペアというのはいつもコンビを組んでるんで、この方がさすがにヤングペアというのはいつもコンビを組んでるんで。